お疲れ様です。ラットです。今日はですね、こちらのジャイバルーンを使おうと思うんですけど、なぜこれみたいなあるじゃないですか。とですね、これが今のグラチャルの勝率ですね、勝率が 78% で1番でしたってことで、これです。これジャイバルーンガゴガゴギャングスケブっていう、もうやばいですね。まあただジャイバルーン形作って後ろから付け足してご利用するみたいな感じなんですけど、まあ今なんか勝率が一番高いみたいなんで、これ使ってみたいと思います。やばいな、なんか久しぶりにというか、本当結構僕そういうサイト見てるんですけど、2日ぶりぐらいかな見たら、なんかこんなご利用しデッキが1位 でびっくりしましたね。けどまあ強いやつはね、勝てばいい、強いデッキ別に使えばいいですからね。そんな、はい、なんで使っていきます。で、相手はこれは普通に考えたらロイですね。ロイっぽいですけど、接することがなさすぎてこれ困りますね。ケツジャイ、じゃケツガゴでエレキ受けて、はい、オーブンほぼ無視ですかね。あー、ザップ？ここジャイでいいやもん。ジャイで、逆サイ、ペッカかよ。ペッカかよ。ペッカかよって感じなんですけど、本当に。これは、俺は一体どうしたらいいんですかね。まあ、ガゴ漏れでいいよ。お願い。ベビドラが来ないことを祈って。あは、来たよ。嫌だー。嫌だー！ちょっと待ってくれよ。俺は今初めてこれを使ってるんだ。そこを分かってくれ、君。邪魔をしないでくれ、俺の。ザップ来る。はい、はい、残念でした。まだありました。よし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 。相手はペッカガゴ、オーブン。エレキベビドラ。なんかわかんないですけど、まあまあまあ、言うて、いけそうですね。バルーンでバーンって刺しちゃえば。で、ポイズンジャップ、ザップ。いや、ザップだけか、今んとこ。よいしょ。あー、ワンタイム早かったですね。ワンテンポ。タイム、まあ、で、ペッカいるんで、僕からしたら、あんまり、ジャイを避けたくはないんですけど、避かざるを得ないっていうやつがありますね。ちょっと雪玉で、ベビドラにちょっと待ってもらって、きっつーこれ。もう初手からメタみたいなの来てない俺。これめっちゃきついよね。マジで。いきまーす。で、これで、このバルーンがオーブンに釣られなくて、これで多分いっぱい入るみたいな感じの話よね、多分。このデッキの強さは。まあこれ相手ピックじゃなかったらもっと楽勝だと思うんですけど、はぁー、バルーン優秀ー。で、ガコムレで草原溶かしとくか。よしよしよし。で、雪玉でどっかやって、あー、待て、おっつけ。オッケー、ジャイボーエイ。やめてくれ。落とさないでくれ、お願いだ。落とさないでくれ、お願いだ。やばい、7秒。落ちたら負ける。ちょっと待って。やばい。2、1、やめてくれ。やば。なんだこれ。よく勝てたな、今。危ないっすね。危ない。よく勝てたからいいや。危ねえ。マジ危ない。ラキダロードジング族。ちょっとうまい族ですね。よろしく。まあ、今ぐらいでしか勝ち方がなかったですよね。もっと楽に勝ちたいですね。ベビドラエレキとか来られるとちょっと苦しい。勝率ナンバーワンですからね、今。これ。けど、あれなんですよ。アプリが来るみたいで、3月4日だったっけ？環境が変わるみたいなんですけど、クロスが、なぜかクロス情報っていう事件なんですけど、結構ガチの事件なんですけど、マジで。どっからクロスを情報しようっていう考えに至ったのかを僕は知りたいですね、マジで。なぜかクロス情報ですから。なぜか。いやー、やばいですね。なんかポイズンとかで結構処理してたけど、ポイズンだけだとめっちゃくちゃ残るみたいで、やばいですね、もう。クロス族がワンスか喜んでますよ、マジで。いやー、
クロス情報がきついんですけど、皆さんこのデッキ多分クロスに強いから使うしかないみたいなのがありますよね。知らんけどこれジャイスパだやっちまった。分かってたんだよ。ジャイ出した瞬間にアスパーキーだってやっちゃったけど、まあいいかなーって。とりあえずご両親こそ正義みたいなのがありますからね。これもポイズンで、こういうことしてるから負けるんだよな。もう負けそう。あ、今見た、みんな相手にザップ使ったよ。見た今。おら、はい、オッケー。でここはまあ無視で、オッケー。いい、ダメヤードがいい。もうバルーンがぶっ刺さりますね。で相手ガゴバレもいるけど、雪玉もあるしポイズンもあるんで、いやこれ勝ちましたね。勝ちました、申し訳ねえ。やめて、防衛しないでくれ。お腹すいた。これ J ガゴムで多分相手終わる。うん、これ追加します。追加ゲーミングします。はい、追加で、これニスケブでポイ、おらで、バルーンも出してあげて、でこの辺にガゴムで来る読みの雪のピョーン、うえー、当てていく。で、ここの防衛はちょっと困りましたね。けど、まあ、いや、ガゴムレで、あいつザップ使ったっしょ、さっき。はい、両サイ防衛していく。あー、待って、使ってなかった。やばい。逆にやばい。え、ちょ、待って。俺、そこから負けるなんていう話ない。危ないですね。ちょっと危ない。ちょっと焦った、スクレー雪玉 OP。いや、マジ強い。だって、勝率78よ。やばいっすよ。8割近いですからね。8割超えるのあんまないですから。いやー、いいですね。さあ、ということで、マナさん行くんですけど、あれですね、新環境は、なんかギャングとかの、何、ユニット出るのが、ちょっと遅くなるみたいなやつがあった気がするんですよね。なんか、微妙な弱体があったと思います。で、あとは、ウォールブレイカーがめちゃくちゃ速くなるのと、あとなんだっけ、とりあえずクロスのことしか頭にないや、なんか、あと、バーバリアンだ。バーバリアンの HP が加放されるって感じだけど、あれっすよね。で、そう、バーバリアンの HP を加放して、まあ、コジョババとかの全体的にロリボーとかも加放されるってやつですけど、正直、そんな怖くないんで、そんな痛くない感じがしますね。あの、コジョババのガインが厄介ですから、マジで。あのガインをどうにかしないと。っていうのは思いますね。これ5打たれたら厄介だな。ほら。で、ここは、一回捨てっすね。一回このジャイは捨てて、まあ、バルーンどう刺すかなんですけど、そう、だから毎回話途切れになってるけど、美味しい。そうなんすね。まあ、だからバーバリアンがしかも5体になる。5個砂のバーバリアンが5体になるみたいなんで、まあ、そこもちょっと面白そうですけど、そんな変わるかなっていうのはありますね。ちょっと暇なんで、ちょっと、ここに相手の5でも出してあげます。大砲。ああ、なるほど。そういうの嫌なんですね。この雪玉、ああ、マスケは。これでもガゴと雪玉で多分ほぼ完封できるんですよ。ほい、ほい。いや、待って、マスケこれ一発入るから、オッケー。で、まあ、ここまではイチャイチャタイムですね。ディガーとかあったらもっといいんですけど、まあ、ディガーないけど、そこは文句言わず頑張ります。はい。よし。で、ここガゴムレ速攻出して、と思ったけど出てこないですね。こいつは暇なんでギャングでも出して、本気したら読みで。頑張るんですね。ちょっと暇なんで。ナンポーズ出して、お前めちゃくちゃアイスピとかで削ってくるやんって。これもう本、このメインはバルーンを通すことなんで、まあ、バルーン通んないですけど。今ここ皆さん気づきました。相手マスケもファイブもつきました。はい、グッドゲー、帰れ。お前負けたんだよ。で、これバルーン出します。相手は遅れてファイブだし、はい、ファイブ。はい。で、これ気持ちギャングね。気持ち。正直、あ、待って、雪玉俺ら外した。やばい。これが原因で負ける。おや、ごめんなさい。待って、今の当ててたら多分もう一発入ってた。
でも今あれ使ったんだ、相手はあの名前がねえわ、あのウッド使ったんで防衛できると思ったけど甘かった、やばい、ガガ残った、なんであれだ、時差だ、危ないですね、あと900。これハンターって本物なのかな、やめて、僕防衛ユニットないの今、気づいてた君。ああ終わったー、ジージー、こりゃしゃあないかと思うけど、ここで僕はワンチャン狙っていきます。僕のワンチャンはでもないんで、いつもほらやめて、ホグ一回待ってくれ、ワンテンポ待って、あはまあ無理だよね。はい、グッドゲーム、いやー惜しいな、勝てたな。でもハンターこの本物だったらうまいやつですね、うまいやつ。これ見ない方がいいかな。あ、まあ、強人ですね。そこそこちゃんですね。これがまあまあ高め。で、これもまあまあ高めっていうわけで、まあこのジャイバルね。まあ適当にって言ったらダメだな。まあジャイ、ケツジャイをして、そのジャイは結構捨てで、軽くジャイガゴとかでも形作るんですけど、まあ捨てで、ね、2周目のジャイを逆サイに、端前のジャイバルか、ジャイガゴブレ、ジャイギャングとか。その辺したら多分2周目ジャイの時に、さっきのタイミングですね、時にまあ決めれると思うんでね、そういうところをしっかり狙っていけばいいかなと思います。はい、ぜひね、まあ環境変わるとまた変わっちゃうんでわかんないですけど、今かまあ環境変わってもクロス強くなったらこれぶっ刺さると思うんでね、はい、よければ使ってみてください。というわけで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価もお願いします。ではお疲れ様でした。